有給規格。有給規格は、鉄道模型の分野で機関が 9mm 未満の、鉄道模型を規格と称して呼ぶ愛称。アンダー 9mm に由来する、インターネットを中心に使われている用語である。一時期、規格の乱立により、存続が危ぶまれたが近年では、鉄道模型における一分野として定着しつつある。古くから、鉄道模型の小型化は、 国内外の一部の愛好家の間で取り組まれてきた。20世紀の日本において、期間 9mm 未満の鉄道模型は、鉄道模型特有のレールの既製品が、Z ゲージを除いて存在しないため、一部愛好家の手作りで作られている状態だった。無動力のものは、以前から森永やカバヤ等から食願で供給されていたが、実際に、 動力走行するものの量産は皆無に近かった。また、これらのものはいずれも鉄道車両のおもちゃであり、車両、線路、ストラクチャーがシステム化されたものではなかった。しかし2005年以降、バンダイからの ZZ トレーン、タカラ、弦、タカラトミーから、マイクロゲージ、タカラホビーから、日本の鉄道、アキア、弦、プラスアップから、ZJ ゲージ、 東京丸井からプローズが発売され、A 振動から T ゲージが発表されると徐々に活気を帯びつつある。これらの商品が市場に対頭し出した2006年前半頃から、これらの期間 9mm 未満の鉄道模型を有給規格と愛称で呼ぶ流れがインターネットを中心に登場した。当初、国際的な規格に準拠した1-220と狂気を 再現するために1-200があったが現在では事実上1-222統一されている。本校では日本型縮尺300分の1、期間 4.8mm のモデルを便宜上、ZZ ゲージと呼称する。期間 3mm、1-450スケールの鉄道模型で、由来は3の先頭の文字である T から命名された。 2006年7月に開催された東京おもちゃショーで発表された乱立気味の有給企画において現在の技術力において量産化できる最小の鉄道模型と考えられる試作品は光造形技術を駆使して作られた状態で走行性能は約30年前の N ゲージのようにモーターのうなりを上げて走る ZZ ゲージに続き日本から このような世界最小の鉄道模型が量産化されるのモーター、歯車等、精密加工技術の裾野が広いためだと考えられる。現在は衛振動が試作品を発表した段階で、2007年の国際鉄道模型コンベンションでの河川柱等のストラクチャーの先行販売と小学館の通信販売で販売され、2008年から本格的に販売が始まった。 2008年、ヤママン株式会社が1、700サイズのユーカリが丘タウン内に T ゲージで稼働するヤママンユーカリが丘線を再現するジオラマを作成。2008年8月現在、モデルルーム、ユーカリが丘外ギャラリー内にて展示公開されている。海外でも愛好家の間で話題になるなど注目されている。鉄道模型の歴史は小型化、細密化の歴史といっても、 過言ではないくらい時代を経るに従い小型化、細密化が進展した。古くから鉄道模型の小型化のニーズは根強くあり、一部の愛好家の間で細々と製作されていたが、メルクリンの Z ゲージ等一部を除き、いずれも商業化に至るものではなかった。低コストで安定したモーターの供給や高精度の生産技術がネックになっていた。一般的に小型化すれば、 それに応じて、高精度が求められる。近年の普及の背景には、小型モーターをはじめとする精密加工技術の進展が挙げられる。精密加工技術が普及するに従い、モータや射出成形による精密部品が低コストで安定的に供給されつつあり、生産技術革新の成果を取り込んで普及しつつある。一方、 多種多様な規格が乱立することにより消費者の混乱を招き、パイの奪い合い、共倒れの懸念も生じつつある。それぞれのシリーズ、規格に一長一短があり、どの規格が今後、普及するかは、予断を許さない状況にある。ただ、過去 Z ゲージ製品の車両の供給が、事実上メルクリン一社に止まっていることや、日本市場における高価な価格設定で、 Z ゲージの市場が限定的なものになっている例を持ち出すまでもなく、一社だけでの展開にはおのずと限界があるのは明白であり、今後、企画の公開、及び他社の参入、互換性の確保がこれらの企画の普及の課題となる。初期の商品の供給形態がブラインド式パッケージ販売が多いのも特徴の一つであり、これらの商品が 鉄道模型システムの一要素としてよりも、鉄道車両の玩具としての性格が強いことを表しているとえる。走行安定性に関しても課題がある。スケールが1、2になると体積は1、8になるため、同じ素材を使用している場合、重量は1、8になる。そのため、小型化すればするほど、相対的に、レールとの摩擦力が減るため、牽引力の確保が難しくなる。 カーブやポイント通過時に脱線しやすくなり、上り勾配でスリップしやすくなる。脱線対策として、フランジを高くすることや、ダイオネルのマグネトラクションのように磁石でレールを吸引する等の対策が解決策として必要になる。当初、複数の有給規格が乱立し、その後選別、淘汰され、現在では事実上期間 6.5mm の Z ゲージ準拠の製品のみが市場に流通している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。